今日も皆様お疲れ様です考察系2.5次元 VTuber うんごみっくです今回はインバート上塚翡翠登場集信用ならない目撃者の考察答え合わせをしていきたいと思います考察関係なくうんごみっくの動画を見てくださっている方はよかったらクリスマストーク動画上げてるのでそちらをご覧ください最初っからメインディッシュの話をしてしまいますが目撃者の 鈴見さんは偽物でしたね。上塚筆に依頼されて目撃者を演じていたのは岩戸さんという元詐欺師の方でした。ドラマの途中で岩戸さんの話が出た時があったんですが、これはツイッターで検索したら黒詐欺とのつながりを言われていた小ネタだと思っていたら、ここに繋がってきていたんですね。途中途中顔を見せずに手助けしてくれていた方は、千葉崎さんかなと思っていたら、 岩戸さんでしたねというか、岩戸さんは、有能すぎますね。表情読みの運のと呼ばれている犯人に対して、ずっと対面しているのに、騙しているということを全然気づかせないのは、正直、あの、が塚筆水よりも、凄すぎる人間に感じますね。目撃者が偽物という考察は合っていました。気になっていた、 鈴見さんへの事情聴取と鈴見さんが意見を変えたという電話のシーンは犯人の運動を騙すために金場さんと千葉崎さんを騙してこちらが不利であるということを信じさせるための上塚翡翠の演出でしたね千葉崎さんが裏切っているという私の考察は大外れです物証としては腕時計でしたね全然気づかなかったです ツイッターでは腕時計じゃないかって言ってる人はちらほら言いましたね。今回で上塚翡翠登場集は最終回でした。なので、なぜ上塚翡翠が探偵をやっているのか、いや、金場さんとのつながりなどはわからないまま終わってしまいました。原作ではこれから描かれたりするんでしょうかね。原作で続きが描かれたら、できればドラマ化していただきたいです。まあ、嘘か本とかわからない話で、脚本の件で、 原作者様と揉めたっていうニュースがあったので、どうなるんでしょうね。上塚翡翠登場集が最終回を迎えましたので、私の考察も今回が最後です。霊媒探偵上塚翡翠を誰かに話したかったので、そのためだけに上げた動画でしたが、最初の動画は3000回超えました。欲を出して、お、これはいいんじゃないと思ってどんどん上げていったのですが、 右肩下がりで再生数がいきません。何事も欲を出してはいけませんね。考察したくなるようなドラマが放送されましたら、またお話ししていきたいと思います。多分次のトーク動画が今年の最後のトーク動画となると思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ、またねー。見て面白いと思っていただけたら、高評価、 チャンネル登録、公式 LINE 登録してください。各 SNS もやってますのでよろしくお願いします。よろしくでーす。